七十七、為平親王、根の日の御遊のきらめき。まこと、この式部行の宮は、世に合わせたまえる甲斐ある折、一度おわしましたるわ。御根の日の日ぞかし。御乙との御子たちも、まだ幼くおわしまして、かの宮、大人におわしますほどなれば。 え帝の恩もてなしも、ことに思い申させたもうあまりに、その日こそは、お供のかんだちめ、天井人などの仮り相続、うまくらまで代理のうちに召し入れてごらんずるは、またなきこととこそは承れ。滝口を放ちて、ほいの者、うちに参ることは、賢き君の御時も、 かかることのはべりけるにや。大方、いみじかりしひのみものぞかし。ものみぐるま、おおみやのぼりに、ところやははべりしとよ。さばかりのことこそ、この世には、え、さぶらわね。とのばらののたまいけるは、おうじわたることはつねなり。ふじつぼのうえのみつぼねに、つぶとえもいわぬ、 うちいでども、わざとなくこぼれいでて、きさいのみや、うちのおまえなどさしならび、みすのうちにおわしまして、ごらんぜしおまえ通りしなん、倒れぬべき心ちせし。とこそ、のたまいけれ。また、それのみかは、王子にも、宮のいだしぐるま、とうばかり引き続けて立てられたりしは、 人待ち、町かねて、あたりに、人もかけらず、滝口、侍の御前どもに、襟整えさせたまえりし、去るべき者の,の子どもにて、心のままに、今日は我がよと、人払わせ、きらめきあえりし、規則どもなど、よそとまことに、意味じゅうこそ見はべりしか。とて、車の絹の色などをさえ、 語りいたるぞ朝ましきや